皆さん、こんばんは。こちらは、どんないの放送局中の日本語のニュースでございます。4月28日、ど南省自民費用外交のファインティ・ビッハン副議長が合同会議の議長として、2023年なかなかの定例会議の議題に合意しました。会議で代表談話、は22 2021年から2026年までの2026年の第1期の総自民協議会の第12回接算の予想される議題についてヒアリングしました。したがって、同僧自民協議会の定期中間連盟会合は、同僧民評議会の定期中関連盟会合は2023年7月6日と、 7日に開催される見込みです他の大臣も20項目を検討しました会議では大王さんが合献しレボートを完成されるために両会にとって有用な内容を追加しました労働住民委員会のガウティン・ジョン委員長はまた大王団が懸念している多くの問題を明確にするとともに各関連 クと支部がプロセスと時間通りに報告書や手数中ものの完全な内容を準備することに集中するよう提案しました。 ソビンハヤシのビンホン公園で4月128日、ホーチミン共産主義青年同年中央委員会は、南東部地域で2023年度の青年労働者祭典をテーマとしたイベントを開催しました。今年し、どんなは青年労働者祭典の開催集団とする最初のユニットとして選ばれた。 地方です。なんと、無地域の青年労働者、祭典は、全国の労働者、月間に対応する。一連の活動の始まりです。行政機、団地を執行委員会、初期のウィン・フェン・リューチェン氏は、同層の。共産青年同盟とホーチミン共産青年同盟、地方委員会は、ホーチミン共産青年同盟、地方委員会は、地方の関連ユニットと。 引き続き連携して青年労働者を支援するさまざまな活動を展開し青年労働者の正当な権利と利益を保護するよう望んでいることが明らかになったと発表しましたビンホン公園ではビンハシ自民委員会が2013年ビンハシー文化祭りを開催しています この祭りは2023年5月中7日にかけて開催されます。秉波市での文化祭りは、フンキングめにち、南部解放記念日の48周年国際労働者、48周年国際労働者、137周年などの一連のイベントを記念し、特に秉波どんないの、 土地の設置立中開発中の325周年を実施中的に祝うために開催されます。この祭りは、長期休暇中の都市の人々の文化的な遊び場の創出中にも貢献しています。特に、この祭りには、フンキング王、農時代現在のフ金キングの文化的価値を語るコンセプトもあります。同時に、毎日永遠の、 南部解放日の精神に関するドキュメンタリー映画が上映されますフィリピン沿岸警備隊は28日南シナ海で中国船が危険な操縦をしたと非難しましたフィリピン沿岸警備隊によりますとユンシー船2隻は中国海激翼の船から進路を 妨げられたり、危険な席を受けたりしたということです。公開された当時の様子を撮影したとする映像では、中国海警局の船がフィリピンの潤水船におよそ45メートルまで迫った後、横切っていく様子が確認できます。また、自国の領海内で中国海軍の 韓庭から立ち退きを呼びかけられたほか、自国の排他的経済水域内で合わせて100隻余りの中国船の操業が確認されたとして、中国側を強く非難しています。中国との関係をめぐっては、4月中、新号外相が就任後初めてフィリピンを訪れ、 マル,ルマルコス大統領と会談していて南シナ海や台湾行政を背景に米国との安全放送面での連携を強めるフィリピンをけん制していました NBDA のイギリスシスー,ーが4月28日にイギリスが設計した北摂地点の供給に 関して、ボランドとのまで19億ポンド、23億7千万ベドル相の契約に調印したと述べました。イギリスのベン・ギュオレス国防長官は、史上最大の防衛輸出中継予定の調印により、イギリスとボランドの間の歴史的で深い貿易関係が新たな 一方を踏み出したことを喜んでいると述べましたロゴイに基づきイギリスは一般的なボクモジュラミサイルと同国のランチャーをそのあえて22個の卓球バッテリーをポランドに適用しますさらにイギリス政府も同国で設計された CAMM システムは最大2 5トル離れて 救お及びミサイルのターゲットを攻撃できると強調しました。ご清聴ありがとうございました。